新シホロッチテレビ。この番組はシホロのさまざまな事実をなんとなく学べそうなトークで紹介します。北海道シホロ町から今日はね、私もこれね見ながらじゃないと言えないんですよ。シホロの今をお届けするトーク番組、新シホロッチテレビ第7回目、入ってるかな画面に、7回目の新シホロッチテレビでございます。よろしくお願いいたします。まず私、北海道シホロ町で地域おこしをしておりますジャガイモプロジェクトの代表、川崎康と申します。よろしくお願いします。そして今日ゲストに来ていただいてます。自己紹介を、名前をお願いします。はい、シホロ出身で教員を辞めて最高の生き方を見つけるため世界一周に挑戦しようとしている藤村と言います。今日はよろしくお願いします。お願いします。ということでシホロ出身の、シホロ出身でというかシホロ町民って言って大丈夫よね。そうですね。確かに、藤村拓也さんにゲストに来ていただいて、今日は、トーク番組ということでお届けをさせていただきます。この新シホロテレビはね、シホロに関係のある方をお迎えして今のシホロを皆さんに知っていただこうという趣旨の番組なので、はい、よろしくお願いいたします。ということで早速なんですけどね、皆さんこの人誰ってなるでしょ。あ、私のことも誰って思ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、今日はね、ね、藤村くんが出てるっていうことで見ていただいている方は、いや、お前のことを知らないよって言われるかもしれないんですが、まあ私のことはさておき、さて置いちゃうんだいきなりになりますけど、まあ藤村くんのことをいろいろちょっと掘り下げていこうというふうに思っていますんで、まず、年齢はおいくつですか？そこから年齢はいいですか？はい、年齢34歳になります。34歳ってことは昭、はい、昭和じゃないか、平成だ、ギリ平成ですね、はい、平成生まれになります。平成生まれ、わかる、平成なんてつい3日ぐらい前ぐらいか。そんなことはないか。令和になりましたね。確かに。もうなんか今年は昭和99年かみたいなカウントを未だにしてるんですが、はい、平成生まれの人はそういうカウントの仕方はしないのかな。今年昭和何年みたいな。でも僕の学年はでも63、64、平成元年の、あ、そっか、混ざってる年なんだ、はい、友達の中には残念ながら昭和生まれの人、ね、残念ながら昭和生まれってあれですよ。見てる人かなり昭和生まれの人多いですからね。残念ながら昭和生まれってすごいこと言ったな。なんとなくシホロの今をお届けする番組、新シホロッチテレビ。チャット欄でもいろいろとチャットいただいてます。ありがとうございます。おなじみの方もいっぱいお名前が出てるんでありがとうございます。カズさんは今日は帯広からですね、ありがとうございます。昨日はご来店ありがとうございました。全然関係ないこと言ったりしますよ。でいつもじゃがいもプロジェクトで YouTube 交流会というね、生配信番組をいろいろやったりしてるんで、そこでもチャットでいろいろと皆さんご参加いただいている方が今日もいっぱい来ていただいている。もうすでに YouTube の視聴数が15を超えております。ありがとうございます。藤村君もいろいろと YouTube とかでも今回のね、番組やるよってことを宣伝してくれてたんで、そっちからもいろいろと、僕の力はもう本当に微々たるものでたくさんの方が来ていただいてるんじゃないかというふうに思いますし、この後もまだまだ参加が増えるんじゃないかなと思っております。ほらチャット欄にもほら、残念な昭和40年生まれですって書いていただいてる方がすいません、ごめんなさい。私も昭和50年生まれですから、はい、残念な。でも残念ではない、それぞれの、ね、昭和もいい時代だし、平成もそうだし、令和の、ね、6年はちょっとね、今年は年初からいろんなことがなんか起こってしまっているけれども、まあ終わってみたらいい年だったんじゃないのって言えるような年になればいいかなって思ってますんで、はい、本当そうですね。ナチョスさん、こんばんは。シホロ温泉プラザ最高ということで、あ、温泉から見てるのかと思ったら、すみません、プラザ緑風道の駅シホロ温泉最高というふうに書いていただいてます。ありがとうございます。そしたらさっきもちょっとね、教員を辞めてというふうに教えていただきましたけど、シホロで生まれて幼少期を過ごし、はい、で
就職が最初から教員？いえ、実はそこもいろいろちょっとあって経歴が、高校から実は札幌の方に行っていて、うん、でそこから大学も札幌で、就職を大学卒業する時期に、まあ、就活があるので就職と思ったんですけど、なんか自分の中でこう引っかかるものがあって、で就職なんかこう自分がやりたいこともないのにするのはなんか嫌だなみたいな、そのなんか大学生的な発想で、でちょっと自分で貯めたお金があったので、それでアメリカに行くことを決めて、でアメリカにちょっと3ヶ月くらいですかね、3ヶ月ってすごいな。でも確かにそう、今言っていただいたように、なんかそういう考えって結構、まあね、大学生を別に卑下するわけじゃないけど、大学生っぽい考え方っていう風にねおっしゃってもらってたんであれですけど、そう、最近の若い人ってくくりもおかしいけど、いやでもいますよね、びっくり。私の時代にはなかなかそういう人、うん、いなかったのかなっていう風な感じもしたりしますけど、そう、あのやりたくない仕事をてねえねそう、まあ、私はね、なんか実家の仕事をそのまま継いだんで、別になんかそのままなんかあまり物も考えずに来たかなっていう感じがあったりして、そういう人のなんていうの感覚がちょっとね、自分に置き換えることがちょっと難しかったりするんですけど、その考えの果てというか、一歩次の一歩がアメリカっていうのがなかなかすごいなっていやちょっと逃げるようにですね、結局なんかこう自分やりたいこともないし、でも就職はしたくない、うん、でも何か行動しないと、うん、こう世間の目があるなっていうところも多分あったと思うんですよね。いきなりニートも、ニートもあれだしみたいな。そうですね、はい、でそんなこともあって海外に逃げるように、うんうん、アメリカの方に行って、でもそれが僕の人生にとってこうターニングポイントになって、すごい。アメリカでどんなことを、なんか具体的にこんなことやりましたみたいなのがあるのか。アメリカも私全然目的もなく、まあ、行ったような感じで、ね、うん、逃げるように行ったんですけど、最初ニューヨークっていうあのアメリカの大きい都市に降り立って、うんうん、でそこからは2週間くらいですね、あのニューヨークでちょっと生活をして、すごい、もう今の時点でね、すごすぎるニューヨークに2週間ちょっと生活してってね、すぐできることじゃなくただあれですよ、僕も本当その当時全然英語とかもできなくて、うん、コミュニケーションもまともに取れるような感じじゃなかったんですけど、なんかこう自信が2週間いるだけで自信がついて、はい、なんかそこにいるだけじゃ物足りなくなって、うん、であの当時グレイハンドバスっていう格安のバス会社があって、うん、そこが3ヶ月とか2ヶ月とか乗り放題のチケット販売してて、でこれを使えばまあ夜行バスみたいな感じで夜行って朝行動してみたいな感じでいろんなとこ行けるんじゃないかってことで、でそれ購入して、でアメリカ一周することすごい、あそか、そういうバスがあるんだ、あそれまた日本にもそういうのあるのかな、聞いたことないな。あでもそしたらもうその3ヶ月間で、まあ、ニューヨークは最初の2週間、でその後もう、そうですね、もう あっちこっちあっちこっち、そうですね、ぐるっと回った感じ、はい、すごいな。でもうそれが人生のターニングポイントになったと。やっぱり なんつうんだろう、世界を見て、はい、世界を見てとか広いところを見てもいろんな考えが、人生観が変わったみたいな。そうですね、うん、はい、まあ、特にその、 あのニューヨークにいる時よりも、うん、そのいろんなところを回っている時に、あのいろんな国の人がこうあのゲストハウスとかその泊まるところに集まっていて、うん、でなんかすごくこういろんな考え方、価値観だったり文化があるんだなってことに、その時に初めて僕は気づいて、なんかこう肌感で感じるものがあって、うん、そこでなんかこうなんか生き方って、なんか日本にいたら僕の世代だったらこういいところに進学して、うん、いいところを、うん、まあ、いい大学に行っていい就職先についてっていうのがこう一つのロールモデルというか、その敷かれたレールみたいなものがあって、そこにこう乗ってることが幸せみたいな価値観があったと思うんですけど、
なんかそこと外れていても全然違う考え方でもこう幸せに生き生きと生きてる人がいるんだなっていうのがそのアメリカ一周してる時に気づけて、うん、それが僕のターニングポイントに。なるほど。でも高校の時から札幌か、札幌に出てるからやっぱり四方にずっと閉じ込めてるのがいい悪いとかじゃなくて、まあ人によって、まあ、私もそうですけど、高校までは、まあ私は一個隣の町に行ったんですけど、まあ実家から通ってたんで、ずっと四方に18までいて、外の世界なんか見たことないし、井の中の蛙なんとかっていう、まさにそういうやつで、自分の世界観の最高値が四方町内ほぼ、みたいな感じだったんで、どこにすごい人がいて、何がどうなんだろうみたいなのは、なんて言うんだろう、自分の目で見る以外はテレビで見るぐらいしかわからないって感じだったんだけど、やっぱり、ね、私もまあ高校卒業してから札幌出ましたけど、札幌に行くだけでもだいぶなんかやっぱり違うんじゃないかなっていう。そうですよね。世界観がこう広まりますよね、うんうんうん。単純に人が多いとかじゃなくて、まあいろんな人当然いるし。うん。いや、そうですね。うん。そう、確かに、まあ、ね、今日 YouTube で見ていただいている方は、まあ、北海道の方ばっかりじゃないと思うので、まあ、当然ね、道外の方、海外の方ももしかしたらいるかなということじゃないですけど、ね、やっぱり、ね、北海道は、やっぱり田舎から札幌以外の人は、まず札幌に出るのが、なんていうんだろう、一回都会に行くみたいな。あ、そうですね、うん。そんな感じで。俺はすごいとこに行くぞ、とみたいな感覚があるから。決心をしていく感じがやっぱりありますよね、うんうん、学生の時でも。東京に行くみたいな感覚と、我々としては似たような感じが。いや、そうですね、うん、だからまあ我々からしたらもう東京に行くなんて、ね、慣れないうちは海外に行くみたいなもんだからうん、うん、そういう意味ではだからそういう、ね、ところでマシュフォロで生まれ育った人がもう大学出てアメリカに行ってニューヨークに行ってアメリカ一周するなんてもう私ではもう到底もう想像もつかないすっごい もうこれだけでもすごいなって話で今ちょうどチャット欄から質問が来ていて、英語はペラペラなんですかってまあ、さっきね、最初行った時は英語も分からずって話でしたけど、ああそうですね、今は今は日常会話はできるかなっていう、すごいすごい感じですね。そう、やっぱり英語が ね日本人って、もうあれです、うん、あ、どうぞどうぞ。あ、いや、僕もでもその当時は全然できなくて、うん、結構友達ができて話すことで徐々にっていう感じ。ああ、なるほど。必要だから覚えるみたいな。そうですね、なんか話したい人がいてって感じで、うん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 、もう日本人ってやっぱり日本語だから、そしたら日本語使ってる人って地球上に日本人しかほぼいないから、はい、あ、そしたら1億人ぐらいしか日本語使う人っていないってなかなかちょっと辛いなっていや、英語とかだったら何十億人いるのかちょっと分かんないけど、英語とかスペイン語とか、ね、約 10倍ぐらい違いますね。やっぱ10倍違うんだ、ね、まあ中国語だったら中国人が使うから十何億人とかあったりするし、そう、やっぱり日本人はまず言葉の壁に必ずそういう意味ではぶつかるなって、その海外を目指すとっていうのがあったりするんで、あと、おー、また質問が、大学時代にお金を貯めていたのですかって来てます。はい、そうです、大学時代に自分でちょっとコツコツ貯めたお金があったので、バイトとかして、そうですね、そんな感じで貯めたお金があったので、すごい。私は大学行ってないけど専門学校に行った時代のアルバイトのお金はもう日銭です。もうすぐ全部使ってました。卒業した時には何もなかった。もうそこが計画性がないんだな、まず。まあ、もう一個質問が、アメリカ一周して一番良かった都市はどこですかって来てます。あ、もう一度ですか。アメリカを一周して一番良かった都市はどこですかって来てます。都市ですね。はい。都市と言えるような街じゃないですけど、うん、ラッピッドシティっていう、うんうん、ラッシュモアっていう、はいはいはい、なんていうんですかね、大統領の顔が岩にこう掘られてるみたいな、ある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 、有名なちょっとところがあるんですけど、そこが僕の中ではすごい良かった場所で、まあなんか一般的にいいかわからないですけど、そこに行った時に僕がトラブルになって、泊まるところがなくて、うん、で、困って、スターバックスに行って、こう、泊まるところを一生懸命調べてたら、そのスターバックスの店員だった人がなんかこう話を声かけてくれて、泊まるとこないんだったら泊まっていきなさいということで行ってもらったりとかして、で結局そこに4泊したんですよね、してでいろんなとこにも連れてってもらって、すごい、なんかこう見ず知らずのこう日本人で
しかも英語ができなくて、うまくコミュニケーション取れないのに、なんかそういう困ってる人に手を差し伸べる人たちってなんかこうすごいんだなっていうところで、すごく僕の印象に。そういうのは確かに、ただ楽しかった、綺麗だったっていうことよりも、印象、思い出になんか残るような気がします。そうですね。でも綺麗で言ったらグランドキャニオンをおすすめです。ああ、やっぱりあそこは綺麗なんだ。テレビしか見たことないけど。いや、本当やっぱ日本とは違うな。やっぱりアメリカ、単純にでかいし。でかいし。アメリカ一周たって日本を、なんつうんだろう。例えば、南北バスで横断するとは全然感覚も距離感も違うだろうし。いや、そうですね。その当時、そのアメリカがどれくらい広いかみたいな肌感が全然なくて。やった後にめちゃくちゃ後悔した。なんか隣の町に行くのになんか15時間とか。うわ15時間。北海道だったら端から端までバスで行ったって15時間かからないな。北海道はでっかいのだけど、それでも。いや、すごい。あと時差があって、なんか知らない間に時間が変わってて、なんか。そっか、時差があるな。アメリカは時差最大4時間くらい。本土、あ、ハワイは除いて4時間ぐらいかな。確かに3時間か4時間ぐらい、ね、いや、でもすごい時差が、もう国の中に時差がある時点でもうね、日本人としてはもう訳分からない、不思議な感じしますよね。あとなんかもう一個生きてて、はい、宮崎の方から、娘が現在高校で英語系の学科に在籍しています。大学入学後、留学をしたいと言っているのですが、留学前にこれしとくといいよっていうのがあれば、一言よろしくお願いしますと来てます。はい、これをしとけばいい、まあ、その英語力とかですかね。それともなんかその、気合的な、メンタル的ななんかものとか、生活面とかですかね。そうですね。英語力はまあ必要ですよね。まあ、なんて言うんだろう。極端な話、行く前に英語力がついていれば、なおいいんだろうけど、ね、今、はい、藤本君に聞いたように、行ってから必要に駆られて覚えていくものも当然あるだろうし、まあ、英語に限らずね、他の国でも、他の言語でも。生活というか。が、その英語を、力というか人間力というかちょっとわからないですけど、まあ、フィジーにちょっと1年間行ってる時期があって、フィジーに、はい、で、はい、でそこでいろんなこう日本人と一緒にこう英語を学ぶ機会とかがあったんですけど、なんかどういう人がこう現地の人と馴染んでどんどん会話をしていくかみたいなところをちょっと僕が見てたんですけど、なんか英語ができるからってなんかこう話せるようになるとかじゃないんだなっていうのがあって、あ、やっぱコミュニケーションを積極的に取っていくとか、取ろうとする姿勢みたいなものが本当は実は大事なもので、なんかこうそこからこういろんな付き合いとかが生まれて英語力も伸びていくところなんじゃないかなって僕は思っているので、ぜひなるほど、せっかく行く機会があるのであればどんどん話して現地の人といろんなことを話してなんですかね、コミュニケーションを取っていくことが大事なんじゃないかなって思います。はい。やっぱり英語力って確かにないですよね。その学校の勉強の教科書の英語ができるのと、実際にその英語を使う人と話をするのとってやっぱり全然違うじゃないですか。いや、教科書で、This is a pen, that is a window みたいな、I am なんとかみたいな、あんなのね、実践的じゃないし。いや、そうですね。第一言語が英語じゃない人同士だったらそれでいいのかもしれないけど、私も仕事でね、札幌にいる時とかは、まあ、いわゆる英語を話す人と接する機会も結構あったんですけど、相手が第一言語が英語じゃないと楽なんですよね。単語でやり取りできたりとか。でも、第一言語が英語の人と、うわ、教科書英語は全く通じないって、なんかすごいちょっと実感したことが何度もあったので、やっぱり、いや、そうですね、コミュニケーションって大事なんだなっていうのもあるし、で、今、そう、中で会話を取りました。フィジーにも1年っていうふうに今ね、ちょうど話していただいたんですけど、そのアメリカに、3ヶ月か。行って、はい、帰ってきた後はすぐ就職したんですか？国内で。その後も、なぜか就職せず、で、バイクで日本一周しようと思って、バイクで日本一周してました。すごい。
それもすごいな、もうやりたいことに、やりたいことが見つかればもうやっちゃおうみたいな。うん、あ、でもそれって絶対ね、大事だって。まあ例えばバイクで日本一周だって、まあ学生時代にやる人もいれば、なんだろう、例えばシニア世代になってからやる人もいる、ね、それぞれいるけれども、でもやっぱりその思いついた時というか、まあ思いついた時がやれる時かどうかはまたちょっとね、人それぞれだけれども、やれる時にやるっていうのって、だから人ってやっぱりなんか思いついても、あ、いや、できないなっていう、なんかできない理由を探しちゃったりとか、うん、まあ自分に対してもそうだし、誰かに対しても説明するときもそうだけど、そこでやるってなかなかすごいなって、みんなができることじゃないんだって思ったりします。はい、どうでしょう。ありがとうございます。だ日本一周して、ね、また海外とか行ってんだよね。そうですね。まあフィジーもそうだし。はい。うん、まあ、日本一周、まあ日本一周をしようと思ったのは、そのアメリカがきっかけで、うん、なんかこう、アメリカ一周してる中で、いろんな外国人に会ったんですけど、うんうん、日本人より日本に詳しい人に何人か出会って、少なくとも僕よりあの日本の歴史だったり文化をこうちゃんと勉強してるみたいな人に会ったりしてて、なんか自分がこうちょっと恥ずかしい気持ちになったんですよね。なんかこう日本人なのに意外と日本のことやなんか歴史だったり知らないんだなったりして、だったらなんかこう海外次行くっていうよりは日本のことをまず知って、うん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 、でなんかこう日本の文化だったり歴史だったり、まあ、価値観みたいなものを学んだ上でまた海外行く方がなんかこう海外の人に出会った時に自分が伝えれることってたくさんあるんじゃないかなと思ったりして、これで日本一周しよう、一周しようと。はい、すごいな。日本一周どれぐらいかかったんですか、日程的には。いやでも結局ダラ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 やって、うん、2年ぐらいはやってたかなと思います。一気に当然一周できないだろうから、やっぱ途中でそしたらやっぱりなんだろう、その自分の生活費を稼いだりとか。そうですね、うん、まあ、ちょくちょくバイトしながらとか、うん、あとはちょうど震災の年だったので、ああ、はいはいはい、大震災の時期だったので、あのちょっとあのボランティアさせていただく機会とかがあったりして、うんって感じですね。そこでちょっと滞在して、またちょっと違うとこ行ったり。なるほど。すごいな。もうね、今、YouTube を見ていただいてる方も、いや、なんかすごい人、すごい人出てきたの多いみたいな感じになってるんじゃないかなと思ったりするんですけど、なんか、グローバルな人が出てきたとみたいな。シホロ出身です、ね。いや、そこ、そのシホロ出身でも、いや、結局それって、なんか、シホロで生まれ、田舎で生まれたから、こういうことできないんじゃないかとかっていうふうに考えてる、子供たちも絶対いるし、ね、自分も、ね、そういうふうに考えてたのか、それとも、ね、何でもできるって考えてたのかって子供時代にと思ったら、やっぱり できないこと多いんじゃないかって多分考えてだろうなって今思い起こすと、今思い起こすっても相当昔だけど、ね、思うし、でもそういう人もいるけれども、でもやっぱりね、こうやって塩浦出身だ、まあ、塩浦出身がいいわけじゃなくてね、田舎で生まれ育った人でもこういうこともやってる人がいるんだよっていうのはね、でも今のシホロの子供にもそうだし、まあ、シホロに限らず、そういう地域的な、まあ、ハンディキャップって言い方は正しくないかもしれないけど、やっぱ都会に生まれ育つのとやっぱりいろいろ違う面があるから、田舎で生まれたってできることいっぱいあるんだよとか、ね、夢って見つけられるんだよとかっていうのを、ね、この藤村君の話を例えばそういう今の若い人たち、まあ、シホロだけでもね、そうだし、シホロの人じゃなくてもそうだけど、に聞かせてあげられると、なんか、聞いてる途中でなんかその子たちの目がキラキラしてきそうなのが目に浮かぶなって思ったりもします。ありがとうございます。はい。なんとなくしほろの今をお届けする番組、新しほろっちテレビ。ね。なんか本題は今日何なのって皆さんね、思われるかもしれないですけどね。まあ、いろいろまあね、もうこれ経歴聞いたら多分ね、1時間で終わんねえじゃないかと思うんですけど、まあ、今だけどもう十分ね、この人すげえいろんなことやってるぞってもう皆さんね、分かったと思うんですよ。ね。分かったと思うんで、また後でまあその話もまた私、いつも話急に戻る人だから、戻るかもしれないけど、ね、それで、こういう人が、ね、またね、これから新しい、なんですかね、夢というか、やりたいことがあるんだぞっていうのが、あるという話をね、私昨年の年末に聞きまして、またすごいすごいねそれっていう風にね、素直にこう
なんていうんだろう、言葉と感情が出てきたんですけど、それをね、ちょっと皆さんにもね、ご紹介させていただこうということで、はい。これはもう藤村君の口から決まった方がいいかなというふうに思います。今、クラウドファンディングっていうものに挑戦してみます。で、なぜそのクラウドファンディングを立ち上げたかというと、まあ、先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、僕の夢は世界一周で、日本の若い人たちが自分なりの最高な生き方を見つける機会を作りたいと思っていて、で、それでプロジェクトを立ち上げました。で、教員時代に、若い日本の生徒さん、まあ、子供たちと接する機会があって、なんかその中でこう、まあ、人にもよるんですけど、まあ、僕の肌感でやりたいことやこう夢がなくてこう悲観的になっている人が多いなっていうのをちょっと感じていて、まあ、でもその僕自身もまあ学生時代に夢ややりたいことなかったけど、まあ、大人になってからこういろんな国に行ったりとかいろんな人と出会うことで自分なりの生き方みたいなのを見つけていった経験があるので、なんかこう最高の生き方を探し始めるのに遅すぎることはないと思いますし、いつからでもこう挑戦することってできるんじゃないかなと思って、で少しでもこう挑戦することの 大切さだったりとか、こう何かこう自分の夢に向かって進むことみたいなものを自分の行動でなんか若い世代に伝えれることがあるんじゃないかなと思っていて、でそれがまあ一つクラウドファンディングという形でできればなと思って、今回プロジェクト立ち上げて今挑戦中です。で皆さんね、藤村君が言ってる最高はね、この最高ですからね。ありがとうございます。はい、最高。最高にもいろんな最高があると思うんですけど、この最高で、ね、今は私慌てて書きましたけど。遅くなると思います。で、クラウドファンディングを立ち上げたということで、そのまあ、クラウドファンディングってね、ご存知ない方もいるかもしれないけど、まあ、ちょっとクラウドファンディングの説明は大きく今ね、ちょっと割愛したいと思いますが、皆さんにご協力をお願いして、まあね、まあ、具体的に言ってしまえば金銭的にご協力ね、お願いして、藤村くんを中心としてこの夢を叶えるのを、まあ、藤村くんの夢も当然叶っていくし、だろうし、その夢を叶えることによって、さらにいろんな人にその夢を叶えた自分を見てもらって、なんていうんだろう、それこそこの最高な生き方を見つけてもらうとか、あとはまあ自分もね、その見てる人が自分に置き換えた時に自分もそういうことできるんじゃないか、いろんなことできるんじゃないかっていうね、可能性とかを広げてもらいたいということだと思うんですが、はい、じゃあ今回藤村君はそのクラウドファンディングで具体的に何をやるのか、やろうとしているのかっていうことを聞いていいですか？はい。はい。まあ、世界の人口で言ったら80億人で、だとしたら、こう、80億人、80億通りの生き方があると僕は思っていて、うんうん、きっとその中には、なんかこう、面白い生き方をしている人もいるだろうし、なんか、いや、なんでこんな生活なのに楽しそうに生きてるんだろうって思う人とかも、世界中を見ればいると思うんです。なんかそういうものを SNS、YouTube とかを通して配信することで、ちょっと音声が乱れてきたかな。ちょっと、だったりとか、ちょっと今音声が乱れちゃいました。ちょっと今藤村君の音声が乱れてしまって、はい、YouTube で YouTube や SNS で発信するからちょっと音声が途切れてしまったんで、そこからもう一回ですか。ちょっと映像が乱れてますね。つなぎ直してます。うん。で、ちょっと、うん。藤村くん、今、実はしほろにいないんですよ、皆さん。今、名古屋です。名古屋だそうです。からね、まあもうね、説明いらないと思うんですけど、ズームでつないでるんで、あ、大丈夫かな？大丈夫そうです。あ、来ました？はい、大丈夫です。あ、よかったです。はい。で、なんかこう、いろんな生き方が、あると思うので、日本の自分の限られた選択肢からではなくて、なんかこうちょっとでも僕が配信することでいろんな生き方があるんだよってことを、まあ、YouTube や Instagram を通して伝えることができたらいいのかなと思ったりしていて、まあ、その
また資金として、うんうん、あのクラウドファンディングの方で支援していただけるとありがたいかなと思っていて、はい、それであのクラウドファンディングの方も立ち上げてます。はい、実はもうチャット欄に今すでに、ね、支援してきましたこんばんはって書いていただいている元同等の人さんがいらっしゃいます。元同等の人さん、私は誰か分かってるんで後でお伝えしますありがとうございます。ということで、まあ、実際にクラウドファンディングキャンファイヤーというクラウドファンディングのサイトでもすでにね、公開してるんですが、フラット世界の面白いやつに会いに行こうと、幸福を目指してという形で、すでに、昨年の12月の15日だったかなからスタートして、ね、まあ、はい、私はサイトを見た情報ですけど、今月の1月30日までの40日間、クラウドファンディングの支援を募集しているということで、集まった資金で何やるのかな具体的に。集まった資金で、うん、あの、107カ国回る予定で、その中でいろんな人とこう出会って、面白い、それこそ面白い人がたくさんいて、うん、世界中にはいて、うん、そういう人と出会う機会ももちろんあると思うので、そういう人の生き方だったりだとか、まあ、どういう、 こう生活をしているか、うん、どういう価値観を持ってどういう文化を持って生きているかとか、そういうことを紹介することができればなと思います。ということです。約3年かけるというふうにか、ね、聞いてましたけど、一応予定としては107カ国。そうですね。予定で107カ国。107カ国ってすごいな。皆さん107カ国行ったことある方いらっしゃいますか？ね、ステッカー可愛いですよねっていうふうに書き込みいただいてますよ。ありがとうございます。はい、ダサすぎて売れてません。あの、まあ、ステッカーの今話も出てましたけど、このクラウドファンディングで、ね、一応まあ支援、目標額が設定があったり、まあ、実際にこれぐらいの額が必要ですよってことも、そのクラウドファンディングのサイトの方に書いてあったりするんですけど、目標額一応300万円だったかな。はい、一応、ね、うん、目標額300万円形でやらせていただいてます。うん、まあ、まだね、ご協力もっといただければなおいいんだろうけど。そうですね、はい。で、今日現時点で、うん、はい、現時点では、ちょっと待ってくださいね、今の段階で見ると、そうですね、230万円以上すごい、133人の方から支援をいただいています。本当に温かいご支援ありがとうございます。すごいですね。いや、本当これすごいな。いや、正直私も去年、昨年、これ一番最初に、ね、藤間本人に聞いたときに、はい、初なのかなって一番最初にもっと思ったんですよいや、でもね、いや、私もしょっちゅう実はね、この金額どこまでいったんだろうってチェックちょこちょこ覗いてるんですよ。おお、すごいって本当にね、もう、まず、すごいが出てくるんですよ。で、なんでこんなに集まるんだってね、思う方もいらっしゃると思うんですよ。だって単純に聞いたら、まあね、いや、あなたが海外旅行行くんでしょって思うかもしれないの。でも、実際に話をね、こうやってね、今日この配信見ていただいた方もね、いろいろわかると思うんですけど、ただ自分が旅行したいじゃなくて、それを通して、いろんな人に伝えたいことがあるということが、大前提な、目標、夢、計画だから実際に集まるんだろうし、でもう一個ね、私が受けた感想として、この集まるのがやっぱりね、藤村君もね、なんつうんだろう、今までの生きてきたこのストーリーの中で出会った人とか、まあ、いっぱいいるでしょ、ね、あのさっきも YouTube とかって話も出てきましたけど、藤村君も YouTube をやっていて、で、そこで今日も名古屋にいるって話がね、出てましたけど、あ、シホロじゃないのかってね、全然繋いでますけど、私も今日実はね、今日繋がるまで、ね、藤本くんがどこにいるか知らなかったんですけど、YouTube で、あんたね、1日1回ぐらい発信しているのかな、ってペラーにもかな。毎日一応、ね、あの、ご支援いただいた金額の報告も兼ねて、ね、あの、今日はまずどこまで金額いってるのかっていうと、まあ、どこにいてこんなことをやってますっていうようなことで、YouTube で藤本くんが毎日、連日発信しているんですけど、そこを見るとね、毎日いろんな人とね、会ってたり、ね、してて、いや、これ本当すごいよな。いや、さっきですね、うん、やっぱりバイクで日本一周した時のに出会った人もやっぱりいっぱいいるんでしょ、はい、あそこにはね。まあ、それだけではないと思うけど。はい。だから、いや、これって本当、だから本当人と、まあ、ジャガイモプロジェクトもね、もう昔から知っていただいている方はもう皆さんご存知だと思うんですけど、ジャガイモプロジェクトが一番大事にしているのはご縁なんですよ。人とのご縁。ホームページの一番トップにも、あなたとのご縁を大切にっていうキーワードから書いてスタートしてるんですけど、本当にね、藤村君の話を今回聞いてても、やっぱり人とのその縁って本当に大事だなって
思うし、ね、これで例えばね、まあ、じゃあこの支援をお願いするのに、じゃあ藤村君がじゃあ仕事からちょっとね、いろんなところ回ります。でも知らない人に会って、全然会ったことないですよね。こういうことやるんですけど、支援してください、支援してくださいって言ったって、なかなかこれ集まんないと思うんですよ、正直。なんぼ直接会ったとしてもね。でもそこがやっぱりね、藤村君のすごいとこだって思うのが、やっぱり、ね、今までこの自分の生きてきた、その、なんつうんだろう、ストーリーを大事にしてるから、縁を大事にしてるから、今回のこのクラウドファンディング、ね、もう正直ここまでいってますから、もう一歩でもうね、目標額達しますよね。もう一歩とかじゃないから、もうちょっと頑張んなきゃいけないけど、あと20日ぐらいあるのかな、20日今日あるか、はい、いやこれ本当、まあ最終的に、まあ、例えば300万までいかなかったとしても本当にね、もうだってもう230万の時点で本当すごいなって感じだし、いやこれはね、行きますよ、でも正直行くなって行くなって思ってます。実はね、私まだね入れてないんですよそう、私まだ今日の話をね聞いてから私もね実はねよしって思ってるんですけど、はい、もうちゃんとに代表200万いっちゃいましょうって、やめて、200万もやめて、200万ペソかな、ペソペソペソだったら、ペソだったらいくらなんだか分かんないけど今日言っちゃったけどいやでもね本当に、いや正直本当です、今日 YouTube を見ていただいている方に、じゃあ皆さんご協力してって、私はね直接はなかなか言いづらいんだけれども、皆さんにまずこういうお話を聞いていただいて、まあね、実際に元同等の人さんみたいに、もう支援してきましたって書いていただいている方もいらっしゃいますけど、ぜひとも皆さんもね一度こう頭に入れていただいて、こういう人がいるよ、こういう人がこういうことをやりたがってるよ、実際にこういう支援を今今月末の30日まで、お願いしてるということを一度こう皆さんのこう、なんていうんだろう、こう頭の中をこう通していただければありがたいなというふうに思ったりしますし、また周りの方にドルでって書いてある、ドル200万ドルチャット欄が荒れて、チャット欄が荒れております200万、ね、実際にこうね、ご本人じゃなくても周りの方にもね、こんな話を聞いたんだよっていうのはね、ぜひともご紹介いただければというふうにぜひとも思います。そして、ね、今日放送しているこの生配信は、生配信終了後に、新シホロチテレビ第7回ということで、生配信アーカイブ版ということで、そのままの形で、公開し続けますので、ね、あの録画アーカイブが残りますので、ぜひともそれも皆さんに、あの、ね、今日見ていただいている方が、第三者の方、他の方にも、おこんな動画あるんだけどちょっとっていうふうにね、ご案内いただければありがたいなというふうにも思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、で、さっきステッカーって話がちょっとチャット欄で出てきたんですけど、クラウドファンディングはやっぱりクラウドファンディング支援してくださった方に対してリターン、お返しがあるじゃないですか。お返しすっごいいっぱいね、あるんですよね。そうですね、いろいろこう興味持っていただけるように準備が進めていて、うん、で、あのコメント欄ですかね、コメントいただいた方がおっしゃる通り、あのステッカーも作ったんです。でそのステッカーがあのダサすぎるおじさんステッカーっていう名前でやらせていただいていて、なんかちょっと可愛いなって思いながら、ちょっとダサすぎるステッカー買ってもらえるかなと思って調子に乗って200枚あの作ったんですけど、はい、作りすぎちゃって全然売れちゃって、まだだいぶあるんですねステッカーが確か600円の支援だったかな。そうですよね、600円のリターンとして、そうですよね、600円支援してくださった方に対してのリターンにステッカーっていうのがあると。そうですね、はい、そう、皆さん今のだって今の話だけでもちょっと面白いです。だってでステッカーじゃがいもプロジェクトでもステッカーとかグッズ作るじゃないですかね。私は売れると思って作ってね、全然売れないこともある、本当にあるんですよ。うわー在庫ーって思うけど、私はいつもね、いつも皆さんに言うのはね、いやもう物体は腐らないからっていつも言うんですけどでもね、今回のこのクラウドファンディングは終わりのラインがあるから、ね、ぜひともあの皆さんのね、ステッカー1枚、この今の話に出たステッカーだけでも手に入れていただければ、これは600円で手に入れられますんでね、今600円で指おかしかったけど、6じゃなかったけど、手に入れられますんで、ぜひとも皆さんもね、こういろいろと、ご検討いただければと思います。って言ったら、また藤村君の回線が固まったかな。その間私が喋ってればですね。で他にもいろいろとリターンがありますので、まあ、ステッカー600円というふうにご案内しましたけど、それよりもさらに低い額の、おちょっとズームが一旦落ちたな、ちょっと今少々お待ちください、今調整をしますね。よいしょ、今ね藤村君が一旦
ズームから落ちてしまったので私しかいないんですけど、今また迎え入れるのにちょっとお時間をもらいましょう。その間にね、リターンの話もまたしていきましょう。リターンね、ステッカー500円ですけど、一番お安いのでね、500円っていうのもあったりするんですよ。いろいろ、まあ、中身に関しては、そのクラウドファンディング、今回のこの YouTube の概要欄の方に貼ってありますんで、そこを見ていただければ、URL 貼ってありますんで、そこからぜひとも、入っていっていて、つながりました。大丈夫です。はい、大丈夫です。その間、リターンのこと喋ってました。一番安いの500円っていうのもあるよって話をしていました。はい。で、今回のこの YouTube の概要欄の方に URL を貼ってありますので、ぜひともそちらの方からもね、この、ま、配信後に見ていただければいいと思います。配信中にね、そこに行くとね、こっちが見れなくなる可能性がありますからね。配信後にぜひとも見ていただければというふうに思っています。あ、ちょうどそう、ちょうどチャット欄にも来ました。藤本さんのクラファンってどうやって入るのでしょうかってありますので、そう、この YouTube、今配信している YouTube の概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひともそちらの方から入っていただければというふうに思います。よろしくお願いします。他にもいろんなね、今500円600円の、リターンのご案内しか私まだしてないんですけど、もっとね、はい、高額なと言いますか大きな額の僕の願望だけで、はい、ありますね、作ったみたいなリターンもあるんですけど、はいはいはい、一番すごい額、一番高い額はおおっていうのが、そういうことさっきの話とすごい合致してびっくりしちゃったんですけど、ね、200万円もありますからねね、これ紹介する前にチャット欄に200万って書いてあったから私びっくりしたんですよ200万ちょっとあれだな、まあ、でも私もちょっとね、後で支援させていただきたいと思います。ありがとうございます。あ、もうチャット欄に改めて、あきくんこんばんは。あきくんはあれですよ、シホロの学生さんですからね。今チャット欄にあきくんって子が帰ってきてくれてるんですけどね、ありがとうございます、ね、うちのすぐ近所の学生さんですあきくんにいい話今日してるよあきくんぜひ聞いてね、これもう、ま、巻き戻して最初から見てね、ちゃんとあきくんね、あとはリターン、例えば、なんだろう、5000円で現地の人が撮影した写真をお送りしますっていうのがあったりとか。そうですね、はい、現地の人が幸せ だと思う瞬間を現地の人がこう切り取るみたいな感じのを、うん、そうお返しとして渡せたら面白いかな、まあ、それぞれの国で多分幸せの形が全然違うので、うん、日本人からするとえみたいな写真とかももしかしたら撮れるのかな。あ、そか、なるほど、そうですよね。これ日本人が撮ると日本人感覚の幸せになるだろうから。そうです、ね、確かに、あ、本当だ。そか、撮る人が変わるだけでその幸せっていう感覚が、はい、うん、あ、なるほどなるほど、そっか、そういうことか。はい、すいません、分かんない。いやでもいいと思います、いいと思います。あとは例えば、1万円であなたが行きたい国から生配信生存確認プランとか、はい、やっぱり107カ国ですよね、まあ、予定として107カ国行くとなると、まあね、だって例えばあなたが知っている国の名前を107個挙げてくださいってなったとしたら、すぐ100、まあ、すぐってか107個出てくるかなって、うんうん、ね、ちょっとそれトライしたことはないけれど、ね、はい、なかなかほん、なんつんだろう、いわゆるマイナーな国も入ってるんでしょ、当然。あ、そうですね、まあ、で誰にとって何がマイナーかそれぞれなんであれですけど、ね、いや、アメリカがマイナーな人もいるかもしれないしね、わからないですけど。いや、そういうのか、あなたが行きたい国からだからね。まあ、行く国は一応予定としてはあれですね、クラウドファンディングとかに書いてありますよね。一応こういう予定で、そうですね、ここの、はい、この国、この国を回りますっていう、はい、うん、書いてありますね。クラウドファンディングのページの方の下の方に書いてます。ぜひともそれもね、確認していただければというふうに思うんですが、ね、これが、1万円のプランで、その、例えばこの国ってその支援する方が指定して、そこから後ろの方で配信してくれると。はい。生存確認、僕が行く予定の国であれば、うん、はい、そこから配信してって形で、でまあ、実際行く前にこう勇気が出ないとか、こうどんな雰囲気なんだろうとかって思う人もいらっしゃるのかなとかって思ったりしていたので、うんうんうん、そういう人がこう雰囲気でもつかめたりとか、その現地の人とちょっとこう会話ができたりとか、なんかそういう、なんかこう海外にちょっとでも興味持ってもらえるきっかけが作れたなと思ってご用意しました。人によっていろんな使い方ができるってことですね、そうしたら。
単純にもうその国をただ見たいっていう人もいるかもしれないし、それこそ私が行きそうもないマイナーな国だから見てみたいみたいな人もいるかもしれないし、そういう方もいらっしゃるかもしれない。なかなかね、いや本当だって107カ国に人生一人の一個の人生の間に107カ国行ける人が、じゃあ例えば日本人の人口で何パーセントの人がいるかって考えたら、本当に絶対 1% もいないだろうし、 0. もう天の下に0が何個つくんだっていうぐらいなんだろうなって。いや極端な人、シホロで今人口が6000人弱いますけど、6000人のうちに多分渋谷君だけじゃないかなって本当にどうでしょう本当、いや本当多分そうじゃないかなって。誰かいるのかな、もう6000分の1が 0. 何パーセントか私計算できないですけどまあでも本当ね、もっともっと大きな街で考えてもね、本当そんなにいないんだろうなって思ったりもします。はい、まあね、中には仕事でっていう人もいるだろうけど、うん、これはすごい。あとは、なんだろう、例えば、1万5000円で旅で使える英会話レッスン、みたいなのがあったりとか。はい、やっぱ、英語の教員、そう、はい、やってたので。旅で使えるっていうのが大事ですよね、これ。そうですね、簡単な旅で使える、うん、まずこう、とっかかりとして、うん、これさえあれば大丈夫だみたいな、はいはい、フレーズを集めて、はい、お伝えできれば、教えれば。ちなみに、まあ、レッスンあるのに1個だけ聞いちゃったらいいですけど、例えばどっかの国にいて、まずこの一言よく使うなみたいな、大事だなみたいな、まあハローとかそういうのはあるかもしれないけどなんかあります、英語で。英語ですか、はい、英会話だから、うん、いやここでやっぱりいきなりフランス語って言っても困りますよね英語で言ったら、まあ、Can you get 何何何みたいなのがすごい使えるかな、はい、うん、どういう意味ですかキャナイゲットとか、キャナイゲットでいけば、これいただけますか、うん、ああ、なるほど。なるほど。私もそこだけでも分かってないんで。その、キャナイゲット、何々何っていう形で、こう、何か伝えれれば、ある程度のものだったら、こう、はい、あ、向こうは何が欲しいのかな、どういうことを欲してるのかな、みたいなものが分かるのかな。なるほど。そうですよね。挨拶が来てもしょうがないですもんね。こんにちは、さようならだけでもしょうがないですもんね。やっぱり生きていかなきゃいけないから。で、私今の会、我々の会話の中で思ったんですけど、世界107カ国も行くと英語ばっかりじゃないですよね。そうですね。英語じゃない国。おっしゃるとおり。どうするんですか？まあ、それもちょっと僕の挑戦ではあるんですけど、うん、今、その AI 翻訳が、ものすごく精度が高くなってる。なるほど、なるほど。はい、はい、はい。それこそ僕なんかの英語より、ものすごい語彙力があったりとか、表現力があったりするんですよね、英語に関しては。なので、他の言語もそれなりには、こう、しっかり訳せるんじゃないかというふうに僕は思っていて。なるほど。そういうのをこう、うまく活用して。そっか、今、そうですよね。そういう、技術がすごい進化してるから。そっか、それでいけるか。なるほど。そう、今ちょうどチャット欄にも107カ国行った人なんて金高薫さん以外知らないなって、金高薫さんってあるんですよね、なんか世界旅するジャーナリストのことですよね、確か。そっか、そういうのがあるんだ。なるほど。いや、私もあれですね、昔学生の時代に英語の授業がすごい苦手で嫌で嫌いで先生が嫌いだったわけじゃないですよ、授業が嫌いでで、いや、いいんだ、こんなのちゃんと英語勉強するよりも俺は将来大きな人間になって通訳を雇うんだってよく言ってたんですけどそれが前、ね、ね、ね、今の、そっか、もう、そっか。だから本当、ね、例えばスマホ1個だけ持って、アプリ入れて、みたいなできる時代ですもんね。いや、本当そうですね。そっか、時代は変わったな。いや、でも本当に実際に自分が行こうっていう、なんだろう、意識というか、そういうのを持たないと、そういう発想すら出てこないんじゃないか。で、私の中に今その発想なかったですもん。どうすんだろうって単純に思ってたんで。はい、うん、まあ、あの主要な国のなんかこうちょっと大きいところに行けば英語を話せない、うんうんうん、話せる人はいるのかなと思うので、うんうん、本当にトラブルとかあればちょっと英語でって感じなんですけど、はいはい、そっかそっか。基本的になんか現地の人となんかコミュニケーションとかってなってきた時に結構あの使えるツールなのかな、はいはい、確かにそうですよね。そしたら本当ね、だいぶこの前に話で日本人のね、その
日本人しか日本語を使う人はいないから、そういう言葉の壁があった話もしましたけど、それからその壁はこれで乗り切れるんだ。なるほど、そうですね、確かに。まあまあね、そのままストレートに言葉でやり取りできるよりは時間もかかるだろうけど、でもね、何も話が通じないよりはずっといいし、ずっといいというか本当便利なあれですね。そう考えると海外に今の若い人でも行きたいけど、俺は英語の授業が苦手なんだよな、英語の成績が悪いんだよなって人でもチャレンジできますよね。そうですね、まあ英語圏に限らず、ね、そうですね、そう、スペイン語しか使われてない国に行ったっていいかもしれないし、もっとマイナーな言葉でも結構今の AI の翻訳の、そうですね、うん、で優秀だから、確かに私もそういえばあれですね、仕事の中で何度か使いましたね、日本語ができないお客さんが来た時にアプリでやったことがありますね、そういえば、うん、そうか、そうやっていけるんだな。あ、チャット欄で、そうですね、そういう時代に地球儀を持ってマダガスカル行きたい、いやそれなんか誰か芸人さんなのそれマダガスカルってやつなのそれ、いましたね、今回マダガスカルは行くのか、ちなみにちょっと行かない、マダガスカル行かないですかマダガスカルってなかなかちょっとね行っちゃうとかなりアフリカいろいろ回んなきゃいけないかなって感じになっちゃうね世界って何カ国くらいあるんだろう国連で認められてる国で197、あとはいわゆる地域っていうやつですよね。そうですね、うん、ちょっとこう国として認め、うん、国連が認めてないけど、うん、みたいな国はいっぱいありますね、自称国みたいなの結構ありますもんねそうですね、まあうん、まあ身近に行っても台湾とかも、あ、そうですね、うんうん、そうだ、台湾は日本国としては台湾とは国交はないって言いますもんね、国じゃないからって、はい、日本としては、まあ、なかなかその辺はね、関係性とか表現の、ね、難しさがあったりするんだろうけど、そっか、台湾もそうですよね。じゃ今回スタートするのが、あとさっきメモで言ったクラウドファンディングが一応1月30日までで、スタート予定がいつでしょう、はい、日本を出る予定が予定なんですけど、はい、2月13日を予定していて感じですね。もしかこうワクチンの関係とかちょっとビザの関係で遅れることあるかなと思うんですけど、うん、そこに目指してという形で今進めています、絶賛準備中ということで、もう1ヶ月ちょっとですね、そこまで今が、今日が1月7日だから1ヶ月ちょっと、だからもうあれですね、もうあとはもう生きて帰ってくることをもうみんなでねまず祈るしかないし、だって世界中だって日本で考えたってこの何日間でね、あの大きな地震がノットであったり、まあ飛行機の歩ね、いや本当に飛行機の歩だってね、乗ってた人も当然いるんだからね、まあ皆さんね、乗客乗員の方は今回脱出できたけれどもっていう話もね、し始めたらキリがないけれど、何があるかわからないし、やっぱり世界にはね、危険な場所も当然あるだろうし、ね、今回だって安全なところばっかりじゃないでしょ、多分。そうですね、まあ、うん、安全第一で。まあ、当然、それはあれだけど。はい、大使館だったり、領事館、そういうところとこううまく連携して、うん、情報を集めながらっていう形では行こうかなと思ってます。いや、もう極端に3年もかかったら、例えば、今は平和でもどこかで突然、ね、紛争が起こる可能性だってそうですね、なんかもないし、はい、ね、例えばロシアとウクライナだって紛争が始まる、じゃあ1年前にみんなが今あれを想像したかって考えるとなかなか難しいしね、とかっていうね、まあ、他にも日本人の我々がよく分かってない紛争もいっぱいあるのかもしれないし、大小、うん、そこも本当ね、本当気をつけてください。はい、まだ言われなくても気をつけられて、ね、チャット欄にもね、やばい国も多いと思うんで、くれぐれもお気をつけくださいというふうにちょっと、ね、書いていただいてますが、はい、だから出発がさっき実は放送前にちょっと伺ったんですけど、一応東京からということで、そうですね、東京から出発予定で考えてます、はい、その前にあれですか、シホロで出発式みたいなのあるんですか、シホロからの出発は
考えてなかったですけど、やってくれる、集まってくれる方がいれば喜んでいきます、うん、絶対なんか仕事の仲間も集まりそうですよ、それやるとどうでしょう。だってもうね、今の話聞いてるだけでも分かるし、多分ね、もう皆さん絶対想像つくんだろうけど、藤村君が仕事から出発するよって言ったら、藤村君のね、友達とかね、してる人がね、絶対いっぱい集まるんだろうなって皆さん想像つくでしょ。想像つくでしょね、本当に。あと病気も怖いですねっていう書き込みもありますね。今ワクチンって話もちらっと出てたけど、そうか、そういうのもありますよね。だって、ね、私海外経験ほとんどないからあれですけど、海外に風邪一つ引いたってやっぱりね、日本国内で引く風邪とはっていう話もあったりしますもんね。あとはそれこそ例えば病気になったら、あれですね、例えば病院かかったって日本国内の国民健康保険使えるわけないんだし、ね、そういう意味でも怖いなって。やっぱり保険、そういう保険があるんですか、はい、そういう。あ、保険は、はい、入ってくる予定で。いざという時のための保険みたいな。そうですね、うん、はい、やっぱり怪我、病気はどうしても3年間もいればあるかなと思って、はい、ね、うん、怪我もそうですよね。そっか、そう、保険効かないから、そう、保険効かないからってチャットに書いていたんだけど、これは国民健康保険のことですよね。そんなの聞いたらね、逆にびっくりしちゃうんですよね。だから2月に出発、いや、ほんと、1ヶ月だ。しほろの一番寒い頃ですね。いや、ほんとそうですね。うんうんうん、で、最初に中国に入る予定っていうふうに伺ってました。ですね、はい。はい、入ったら、まあ、中国までは当然歩いてはいけないけど、飛行機なんだろうけど、香港に入ってから、うん、そこからちょっと中国の方に行って、うん、その後の移動手段は、はい、どうなんですか。手段は、あの、僕はなるべく陸路で行きたくて、うん、なるべくバスだったりとか電車、はい、そういうのを使って、はいはい、あの、どんどん西の方に、中国から西の方に進んでいけたら。そっか、やっぱりそうですよね。陸で繋がってないとこも中にもあるし、まあそれはね、そうです電車では通れないから仕方ないけれども。はい、そっか、移動手段を探すだけでも大変そうですね。そう考えたら。そうですね。やっぱりどうしてもその現地の人の協力だったりとか、まあ現地の人とこうコミュニケーションを取っていくことが重要になってくるのかな。いや、それこそ日本国内にいれば、ね、例えば私なんかほとんど東京とかも行ったことないからですけど、東京行った時にはね、ずっとアプリで電車のこう位置を見ながら、ずっと下ばっかり見てますけど、でもやっぱり世界に行くとそんなことすらままならないというか、情報がそこまで密じゃないところも当然あるだろうから。そうですね。サル岩石でも20カ国ぐらいだった気がしますと。いうふうに書いてあります。あ、そうなんですね。あ、そんななんだ。サル岩石でも。あ、そうなんだ。サル岩石ともう一個なんかありましたね。ドロンズか。南北に。あ、知らないかな。あ、藤村君の世代だったら分かるか。藤村君の世代だったら分かるか。そうです。サル岩石は。分かるか。あの、あれは、電波少年でしたっけ、番組の中で。あの、旅行したよ。サル岩石とドロンズ。うん、いや、でもあれだけをテレビで見ててもすごいなと思ったけれど、当時思ったけれど、私もでも、あ、そうか、20カ国ぐらいだったってことは単純に5倍ですよ。5倍か、すごいな。いや、単純に5倍っていう言葉では片付けられないけれども。いや、本当これはですね、で、この旅してる間もずっとあれですね、 YouTube とかインスタかな、で、はい、今どこにいるよみたいなから始まり、そうですね、できればあのクラウドファンディングの部分と直接つながるところですけど、うんうんうん、こうその現地の人の生き方だったりとか、うん、こう文化、まあ、食文化とかも含めたと思うんですけど、いろんなもの、日本との違いみたいなものを配信していけたら、伝えながら、これあれですね、 YouTube の登録めっちゃ増えますよ絶対これ。どうでしょう。今 YouTube の登録ってちなみにどれぐらいチャンネルやるんですか。ありがたいことに、うん、まあ、いろんな方がこう紹介とかしていただいて、今もう少しで今いくらなんですか、500人ぐらいの人でいきそうな感じですね、はい、あの、この YouTube も この今配信している YouTube の概要欄に藤村君の YouTube の URL も貼ってあったはずだな、貼ってあったとなかったとしても後で貼り足しますんで、確か貼ってあったと思います、はい、ですんで皆さんね、ぜひとも今のうちに登録、
なんか、あれです。なんか、うん、テレビショッピングみたいになってますけど、今のうちぜひとも登録していただいて、ね、この人がこれからどんな旅をするんだ、どんな冒、もう冒険ですよ。するんだって、どんなことを我々に伝えてくれるんだっていうのをね、ぜひともね、こう、リアルタイム、まあ、完璧なリアルタイムではないけれども、その日々、ぜひ追っていきましょう。これって我々にとってもね、絶対面白いですよ。単純に。ね、なんぼね、昭和生まれであろうが、それこそね。まあ、令和生まれの人はちょっとまだ見てないかもしれないけど、平成生まれであろうがね、その世代、性別、一切そういうのね、もう関係なく、ね、これから海外に行く予定がない人も、ある人も、ね、この藤村くんの、このね、生き様を、YouTube とか Instagram を通して、見ていくことで、なんて言うんだろう、ちょっとした疑似体験というか、ちょっと一緒にいるんだよみたいな感じとか、が生まれると思うし、でね、実際ね、ずっと見てるとね、頑張れって気持ちも、もうすでにある人も絶対いっぱいいると思うけど、見てれば見るほどそういう気持ち絶対湧いてくると思うんで、ぜひともね、もうみんなで一緒に応援しましょう、これ。本当に応援しましょう。なんとなくしほろの今をお届けする番組、新しほろっちテレビ。で、こんな感じで一応ね、藤村くんが、ね、挑戦するというのを、現在やっていることは、まずクラウドファンディングで、皆さんからのご支援を募っているところということで、今月の30日まで、あとまだ20日にちょっとありますけど、ぜひとも、この配信の概要欄にありますんで、そちらから見ていただいて、まずご検討いただければというふうに思います。はい。と、まあ大体いい時間になってきたんですけど、藤村くんなんか、まだ伝え足りないぞ、これは言っときたいぞみたいな、なんかあるかな。いろいろこう聞いていただいたので、うん、あれですけど、まあ、あのクラウドファンディングでいけば、その支援とか全然関係なく、あのクラウドファンディングのページ自体に僕の夢だったり思いみたいなものを書いているので、あの見ていただくだけでも非常に嬉しいので、ぜひちょっと見ていただければなと思います。はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。で、この配信は、まあ、先ほどもご案内しましたけど、この配信した素の素材、一切いじらない素材、皆さんに書いていただいているチャットも含めた全ての素材は生配信アーカイブ版ということで、新しほろっちテレビ第7回、このまま、放送終了後も公開します。ただ、ね、YouTube のシステム上、チャットが見れるようになるまでに、半日から1日くらいかかっちゃうんですよ。なので、まあ、チャットも含めて見たいよという方は、今日すぐじゃなくて、明日以降見ていただいた方が、チャットも含めて見れるんで楽しいかなというふうに思いますし、改めて、あいつら何話してたみたいなのもね、確認いただけると思います。そしてさらに、生配信アーカイブ版と別に、映像編集版というものをもう一つ公開します。これ私これから編集するんで何日かかかっちゃうんですけど、今ね、喋ってたことちょっとテロップ入れたりとかね、ピロンとかなんか効果を入れたりとかね、あと、チャプターメニューを入れたりとか、あと放送の最後に、今日の我々のそれぞれのこう感想みたいなのを入れたりします。ちょっとエンドロール流れますからね流れながらすごい入れたりする映像編集版っていうのも何日か後に公開しますんで、まあ大きく変わりはしないんですよね。ぜひともそちらの方もチェックをいただければありがたいというふうに思います。ということで、チャット欄大体読んだかな、何もか結構通しちゃったのもあるかもしれないけれども、後で見てポチッとしときますというよりも書いていただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。107カ国で300万って少なすぎる、あ、そう、107カ国で300万って少なすぎるって来てます円安だし、はい、予算は410万円で組んでますが、目標金額は300万円。クラウドファンディングのね。もし、そこ足りなかったら、実費ということで、なるほど。考えてます。なので、なるべく多くのご支援をいただけると。そうですね。ありがたいですね。ですよね。それこそ、そのアメリカを一周した時のように、途中でお金が足りなくなったら、働くしかないのかな、それこそ。みたいなことになってきますもんね。はい、海外で働くというのはまだ大変なら、まあ、そういう経験もね、あるんだろうけど、すでに。そういうところは心強いですが、見て応援する側としても、はい、ということで、まあ大体いい時間になりましたね。チャット欄にもいろいろと今日書き込みをいただいてますし、ね、もう高評価等々もいただいている方もいらっしゃいますので、チャンネル登録と高評価もお願いしますというね、なんか YouTuber みたいなこともたまに言ったり言うの忘れたりするんですが、はい、ということでね、ということでって急に締めますが、今日は、
新シホロッチテレビ第7回ということで、ゲストに、あった、方向あったぞ。こちら、ゲストに、藤村拓也さん、いらしていただいて、藤村さんの、今までの人生と、今やろうとしていること、そしてこれからの、夢というか、壮大なロマンをいろいろと語っていただきました。藤村君、今日どうもありがとうございました。いやー、こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、視聴者の方もね、いろいろと、チャットも書いていただきまして、約1時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日これぐらいで終わりにしたいと思います。北海道士幌町からジャガイモンプロジェクト企画制作でお届けさせていただきました。今の士幌をお届けするトーク番組、新士幌テレビ第7回でした。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。今回ご縁あってシホロッチ TV のゲストとして参加させていただきました。このご縁とご恩を忘れずに、シホロ町日本の若い人たちを盛り上げれるように明日からも頑張っていきたいと思います。川崎さん、今日は本当にありがとうございました。新シホロッチテレビ7回目の配信、今終わりました。藤村拓也くんにゲストに来ていただきましたが、ね、すごいですよ。本当すごい人がいるなっていうふうに改めて思いました。その人はね、シホロ出身だ、シホロ在住、シホロ町民だっていうのがまたね、同じシホロ町民としても嬉しかったり、すごいなって改めて実感したりもします。自分の夢を叶えるっていう、叶えようっていう、なんていうの、情熱もすごいし、その情熱、その夢を見てもらって、また次の人に、いろんなことを伝えていこうっていう思いが本当にすごいなというふうに感動しました。ぜひとも藤村くんにはね、まずこの計画、企画、夢を成功してもらって、そしてぜひぜひ一番大事です、生きて帰ってきてください。よろしくお願いします。頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。